こんにちは。今回はこちらです。やっといただくことができます。うぶすなの2023山田錦二能條とお読みしますかね。醸造元は熊本県穴子町花の花酒造さんです。このままスペックも紹介します。原材料は米と米麹のみ。塩米は山田錦。精米場合は記載がありません。アルコール度数は13度というふうになっています。ミクロコスモスをイメージしたという美しいラベルです。グラスに注いだ状態になりました。今回はうぶすなです。いただく前のイメージなんですけど、とにかくおしゃれでですね、すごい評価が高くて、現代的な日本酒のこう象徴みたいな、なんかちょっとこうくくるような感じで捉えてたんですけれども、今回たまたま購入することができたんで、公式のウェブページで調べてみようと見てみたんですよ。そしたらですね、非常に深くてですね、なんとなくこう流行りの日本酒っていう風にちょっとこう決めつけちゃってたところがあったんで、猛烈に反省しましたね。多分今年入って一番反省したかもしれません。その土地で醸造するっていうことをこれ以上ないぐらい大事にされてるのかなと。そこにこうちょっとこう哲学的な要素も入ってくる感じですかね。いや本当にね、読まされます。すごいウェブページを作られてるんで、まだご覧になってない方、ぜひご覧いただきたいですね。なんか素敵なものを見た後なんで、味わいもこうプラス補正がかかりそうなんですけど、いやいや、こうニュートラルでなるべくこう正確に記録していきたいと思います。いつも通りですね、まずは香りから。上立ち感はそこまで強くないんですけど、イメージの通りですよね。はっきりこうフルーティーな感じが、華やかな感じがこう漂っています。実際に口に含みます。素晴らしいですね。うま。非常にこう複雑で入り組んだ味わいなんですけど、なるべくこう分かりやすく表現するんであれば、まずフルーティー系なんですけど、どこかにこう当てはめるとしたら多分マスカットが近いかなって思うんですね。いやでもね、ちょっと違いますね。少しこうバナナのような感じもあります。あるいはメロンですかね。もう全部並べればいいってもんじゃないぞと怒られそうなんですけど、ベリーの感じもあるんですよ。イチゴとかですよね。非常に複雑ですね。びっくりするほど美味しいです。で、酸味が効いてるんですけど、伝わるか、米由来がわかる酸味、なんか別のお酒をこう引き合いに出しちゃいけないのかもしれないんですけど、新土田をいただいた時のなんかね、イメージなんですよね。酸味の部分だけ切り取るとですけど、これはね、いや奥行きがすごいですね。で、ガス缶です。そうなんですよ。だから酸味とガス缶っていうと、で華やかな香りなんで、はい、優等生タイプですねって、ついついまとめに行きたくなっちゃうんですけど、なんか違いますね。深みっていうんですか、複雑な感じが、ちょっとあんまり経験したことはないですね。すみません、ちょっと動揺が、戸惑いが大きくてですね、同じようなことばっかり言ってるかもしれないですね。で、味わいは結構濃いんですけど、ここはよくあるパターンで、ガス感と酸味と爽やか要素で、爽やか要素で全くしつこくはない、むしろ爽快感さえ覚えます。もうただの華やか系じゃないですね。すごで、13度っていう数値が示す通り、アルコール感あるいはドライ感ですね、私の舌だとほとんど全くって言ってもいいぐらい感じないですね。ワインですね。モダンな日本酒って結構こうワインにね、例えられることが多いと思うんですけど、優しめで甘みが前面に出てる。今回は旨味もすごいんですけど、甘みの主張も結構強いと思います。ちょっと甘い
よりこうフルーティーなタイプのワイン、あれがね結構近いかなって思いますね。まあなんかあれこれ言っても台無しになるような気がするんで、いや雑だと怒られても、信じられないぐらい美味しかったです。といったところです。今回もレビュー部分をご視聴いただき本当にありがとうございます。よろしければこの後ですね、Vlog チェックの部分も合わせてご視聴ください。おはようございます。本日は2024年2月の24日ですかね。土曜日です。昨日までの、雨と打って変わって、すっごい晴れてますね。いい気持ちですよ。いい気持ちなんですけど、土曜日に関わらずお仕事である、そういう事実は変わらないですね。今日も頑張らないといけません。土曜日のホームです。人いないですね。やっぱり世の中的にはお休みなんで、ビジネスエリアというか、ここはスイティングって言うんですけど、皆さんお休みですからね。羨ましいな。3連休か。こんにちは。本日は2024年2月の25日日曜日です。風が強いですね。ひょっとしたら声が拾えてないかもしれないんですけども、東京は雨ですよ。こんなですね、風も強いし寒いしでなかなか大変です。というわけで一駅だけ移動して日本橋にやってきました。お酒を買いに来ました。楽しみです。そんな話だったらよかったんですけど、本社に休みの日にもかかわらず急ぎの書類を届けなきゃいけなくて、郵便受けにポンって入れておくだけなんですけど、週明けの月曜日の朝欲しいっていうんで、もうね本当しょうがないですよね。まあでもそれさえ終えちゃえば、長谷川さんに行って今週はどんなお酒があるのかなって、今からウキウキが止まらないですね。野暮用が済みました。髪がすごいことになってますね。いかに風が強いかが画面越しに伝わるかと思うんですけど、声拾えてるといいんですけどね。これで心置きなく長谷川さんに行ってですね、今週はどんな酒があるかなって見るわけですね。私はたくさん投稿させていただいてるんで、なんか週に1回ぐらい、今長谷川さんだとこんなのありますよって、なんかそういう動画とかも報告とかもできればいいなってちょっと前々から思ってたんですよ。なかなか私みたいな零細チャンネルだと、なんか撮らせてくださいって天下の長谷川さんでねお願いするのも気が引けるんで、見てきた感情をお伝えするようにはなっちゃうんですけどね。しかも私が好きなお酒、気になったお酒をこう、ある意味バイアスがかかった状態でお伝えすることになっちゃうんですけど、それでもね、そんなのあるんだって、ひょっとしたらお役に立つ場面っていうのもあるかもしれないので、今日はどんなお酒がありますかね。いいお買い物ができました。でも今日はそんなにこうレアなお酒、おー珍しいみたいなのはあんまなかったような気がしますね。前に乗って楽しかった無料のバスですね。すぐ来るかなと思ったんですけど違う路線でした。次いつ来るか分かんないです。ちょこっとバスに乗りたかったんですけど諦めます。電車で帰りますよ。てかどっちみち定期券があるんで交通費はかかんないんですよね。シンプルにバスに乗りたかったっていうところです。そういえば新潟のアンテナショップは長らく表参道でネスパスっていうのがあったと思うんですけど、日本橋にもこのブリッジ新潟っていうのがあるんですね。お酒とかも取り扱ってるんで、でも今日はいいですかね。片手が4本あるんでちょっと引きちぎれそうです。帰宅しました。今日は広島銘柄だけ購入してきました。東広島市の今田酒造本店さん の, シーフード有名ですよね。それから同じ酒蔵さんの副長、春酒が出てたんで、いかにも美味しそうです。それから呉市の宝剣さんと宇後の月ですね。宇後の月は白鶴錦を使用されてるということで、これもちょっとねなんか良さそうじゃないですか。2つは非常にご近所同士の酒蔵さんですね。どっちも都内の酒屋さんでもよく見かけて、だからということでもないんですけど、現地で買ってこなかったんですね。で時間が経過してやっぱり欲しくなっちゃったと、で購入してきましたというパターンです。